ケモイトの吉田です。澤田です。三峡大阪杯、去年から G1 になって、はい、去年は2回目、北さんとか G1 になってきたから、まあ、揃いますね。そうですね、はい。だから今週のね、これ大きい診断なんですけど、はい、今週の見本は水曜日はもう会場から2時間半ぐらい、そうですね、もや全く見えなかったですね。木曜日ももや、はい。それでここに関東馬が4頭出てるんですけども、はい、みんな第1弾の水曜日、はい、ウッドでやったということで、はい、ちょっと全然確認できなかったっていうのがありますので、はい、それはもうあのキャメラマンの人も全然撮れなくて右往左往してたみたいなんですけどね、はい、一応先週までの感じだとどう、関東馬4頭いるけど ね、まあ、いいと思うのはウィンブライトですかね。まあ結構ね、チャカチャカするような面もある馬なんですけど、まあ、中間落ち着きがあって、うん、なんかこうリズムがいいなというかね、そうね、うん、本番に向けてすごい順調だなっていうのを感じますね。一週前もね、ちょっと水槽室先着、はい、ミッキースワローも良かったですね。先週はポリトラックでちょっとあの、うん、湿ってたんでウッドコースやめて、はい、ポリトラックでやったんだけど、うん、ものすごい伸びのある感じでね、うん、これは間違いなく良さそう、はい、この2頭は良さそうな感じですね。そうですね、ゴールドアクターは先週までまだちょっともたつく感じがあったから、今週でどこまで変わったかね、ちょっと分かんないところあるんだけど、でもちょっといい頃の気配がない気がしますね、うん、メントルガールもポリでやったけど、うん、まあまあ1回使ったからね、ちょっと、うん、反応が良くなったかなって、はい、まあ、関東はこの2頭かな。そうですね、締まる感じだとね、はい、さあいよいよ関西は池江子と旧車がもうなんと4頭出して、 そうですね、そのうち合わせまでやったりとかいろいろあるんだけれども、はい、まあ、僕が一番いいと思うのはアルアインですかね。ああそうね、すごいなんか気持ちが乗ってるというか、なんかもう走りたいようなね、もう前向きで、そうね、はい、まあ、ペルシアンナイトと合わせたんですけども、まあ両方いい動きしてましたけど、ペルシアンはちょっと行きたがるというか、ちょっと力んでる面があったんですけどね。あ、でも2頭合わさってからの感じは、はい、そうですね、この2頭行くことでいい感じ しましたね、はい、里のダイヤモンドはなんか、うん、どうだろう見た感じ、まあ、なんかもう一つ迫力というか、うん、ただなんか前回はギリギリ間に合ったという感じだったので、動きだったからね、はい、その時よりはいいかなと思うんですけど、うん、まあ、本当のいい頃に比べるとどうか、ない、ね、ないと思う、俺もないと思う、はい、もう一回使ってからかなり良くなりそうな感じですけど、そうですね、まあ、あとは力でどうぐらいということでしょうね、うん、あとどう人気になりそうなところだとシュバルグランなんですけど、もともとちょっと反応鈍いタイプで、うん、まあ、泳ぎでもやっぱそんな感じが出てたので、まあ、いつも通りなんですけど、やっぱりこう休み明けでこの距離というのはなんか不安に感じるような気がするんですけど、ミルコッセイがなんかつけてたけどね、はい、かなり中間熱心にね。そうですね、まあ中間に、まあちょっと稽古で判断しづらいけれども、はい、ビシビシやってるからね、うん、まあ今年初戦なんでね、はい、だけ生きてればまあ走るかなっていう感じがするけどね、はい、スワブリチャードもそうね、やっぱ中2周っていうことで、はい、やらせればもうどんどん飛び出るかわかんないぐらい攻め走る馬だけど、うん、まあ折り合いに専念して、そうですね、でか姉妹伸ばすって感じだったけども、うん、右回りが内に持たれるっていう感じなんだけど、稽古の感じはそんな感じもなかったしね、うんうん、そうですね、まあ、本当一瞬ちょっと、まあ、ちょっと行きたがるようなところある、うん、あるけれどもね、稽古でもまだね、前回の競馬ちょっと行きたかったからね、はい、そうですね、まあでも具合が良さそうですね、明らかに、うん、そうね、はい、関西馬だからアルライン、僕はアルラインが一番ですね。あ、どうですか。そうね、やっぱアルラインかな、俺も、うん、まあ、じゃあダイヤモンドがやっぱもうちょっと迫力、もうちょっとすごいとこやってもらいたかったんだけどね。そうですね、合わせたペルシアンナイトのこの2頭が良さそうだなっていう感じですかね。高い時間着実に良くなったという感じがしますね、うん、そんな感じで、あ、そう、ダンビライトっていうのがどう、すごいずぶいとこ見せてるけど、こんなずぶい馬なんですかね。なんかひどいね、ずぶさがね。そうですね、追い切りに関してはなんか推奨してあんまりできないみたいな感じ、ビシビシやってけれどもね、うん、やっぱこれ休み明けの分なのかなという気がしますね、うん、ちょっとね、もたもたしてるかなっていうところでもね、はい、トリオンフってのはどうですか、ちょっと。いや、良さそう、これ良さそう、うん、これは上がり馬だけど、そうですね、まあ3連勝して、うん、いきなり、まあこれで重症だったんだけどね、G1 だけど、どこまでかいい感じで走るね。そうですね、なんか能力の高そうな走りしますよね、うん、
というわけでどんな感じでいいですか、総括してください。総括、はい、やっぱ関西はやっぱアルアイン、ペルシアタイト、はい、それから関東までは上にギスワロと、はい、ね、まあ、ほとんど同じような案件ですね、はい、でも印象は違ってくると、ちょっとまあでもまあちょっとね上位人気になりそうなのが思ったよりもな、あのなのでちょっとあの党には面白いのかなと。先週もね、あれですね、あの高松宮3着で、そうですね、来ましたね、追い切り見て自信持ったんで、個性個性って感じでどうでしょうかね、はい、はい。